はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は天空六股でエクちゃんを使っていきたいと思います。投手でやっていきます。でまたエクちゃんのね45をお借りして、今回は金徳マインドブレーカーを狙っていきます。まあ、天空のね六股なんで、まあ、最後にまとめてデートするんですけれども、あと天空六股投手の場合はね、どうしても変化球膨張型のねルーちゃんが強いんですけれども、ちょっとマジかルーちゃんは自分持ってないんで、この編成で来てます。ではやっていきましょう。で最初はね、天空に関してはやっぱり監督評価とかも気にしていかないといけないので、まあ、監督と練習するのがいいんじゃないですかね。まあ、サイリさんをね入れてればサイリさん狙いでもいいと思うんですけど、でスミカちゃんが現れたので、スミカちゃんの評価を上げていきましょう。まあ一人くらいはねハートを放出してくれるキャラもいてもいいと思います。でエンジェル、まずは小筆を発掘しましょう。追加でねマジカルーちゃんとか来てくれるとすげえ嬉しいんだけど、お誰か、おお来たマジカルーちゃん、マジかー。いやあとはねやっぱね膨張型が強いんでね、筋力膨張型とかもねいてくれるとすげえ助かるんだけど、そこら辺がね難しいですよね、筋力どう稼ぐかっていう。一応見ていきますか。3人、今3人やってもなっていうところだしな。ここに2人か、2人って勧誘部隊が2人ね、勧誘部隊3人いたらいいんだけどな。あと3か、発掘だけ先にしちゃうか。でね黒金ゆかり様、発掘部隊をね派遣してね、余計な人たちをね派遣されるとすげえ困るんすよね。申し訳ないけどせっちゃんとか、せっちゃんがね来るとね結構経験点下がるんで、その全体的な感じとして。だったらもう一旦消費してでも自分で発掘するっていう。レンちゃんプラス1人か。ここは虹谷と矢部くんか。レンちゃんどうしようかな、イベントが起こるとあれだしな。追加の評価が上がらなくなるから1回やっとこう。で東雲、よし小筆ナイス。レンちゃんをねだから2回怒って告白を起こしたいですよね。お前はエクちゃんに近寄るんじゃない、バスケ部のくせに。バスケ部のくせにって言うとバスケ部の人が怒りそうだけど、俺背もね小さいんでね、バスケとか超嫌いですね、マジで超嫌いじゃあ1人発掘しておきましょう。どこにする、ダンジョンかな。じゃあ、まあ、相良さんがね何のハート放出してくれるかってあんまり把握してないけど、よし、あとは派遣部隊を派遣してどんどん評価を上げていきましょう。あとは評価ですね、上げられるだけ上げていきます。スペシャルブレンドもまあいきますか、フルーティーで。果物を適当に混ぜるな。キバ妹、しずかちゃんは乗っ、すみかちゃんか、しずかちゃんじゃねえ、すみかちゃんは乗ったね。
あー、ここマネちゃんが5つ、2人か。肘爆弾、おお、すげえ上がったわ。やべがいかなかったけど、おオッケーオッケー。とりあえず最低限の告白は落とせたんで、俺に見られたくないの。スミカちゃんはね、ちょいちょい選択肢が複雑だからね。ポイント、玉持ち、騎馬妹の東雲くん、マネちゃんの虹谷、ここは誰もいないけど2人。ちょっとエンジェル上げられるキャラを上げていきますか。レンチョン、しぐれちゃん、いいか、1個ずつ上げていこう。とりあえず筋力足りてねうん、サイリさんも上げて、ひかりちゃんも上げて、じゃあいくちゃんあげよう。しぐれちゃんあげられる、こんなもんか。でどこに行くかだよな。一回 B 召喚せとくか。あーでもそっか、エンジェルフラッシュのあれによっては守備練をこなすこともあるかもしれないからね、あんまり気にしなくてよかったか。ドキドキ心霊現象、早いな。まあこれですね、後の方に来てくれてもよかったけど、その井戸端が終わった後、これにしよう。すごいよこれ。あの後日女子の間で株が上がったということで、みんな上がるからね、これは助かる本当に。まあ初期に来てくれてもでもいいか。エクちゃんプラス東雲やべ、よしこれ行こう。オッケー、相良さんやべ、いけ、頼むぞ。下げやがった、もうやべとかなんなんだよ。くそー、やべくんめ許せん。まあしょうがないか、でもやべくんだからね、多めに見てあげないと。頑張ってるよやべくんも、あのメガネで。ポイントがないんだよね。ただポイントが上げられる、どうしてもやっぱり筋力が不足するな。3人放出しとくか。エクちゃんがね、告白来て1回は、お、来た来た来た、1回はデートしとかなきゃいけないんで。いや可愛すぎだよ本当にこの子。しかもさ、エクちゃんの方からさ、私と付き合うって言ってくるんだよ。そりゃ付き合うでしょ、そんなん言われたら。どうしよう、メンタルで一回回復しとくか。相良さんと騎馬妹か、あげらんねえわ。ちょっと先にあげられる人たちをあげていきましょう。小筆がまだだからね、小筆が。強化が出てきたな。スカウト3追加がない。3人、雷くんがいるか。ここ回収できるけど、まあまあまあだな。頼むぞ雷、ちょっと早々に小筆を連れてきてくれ、精神が足りなくなりそうだ。よし、いけー、ゆかり様、まあ最大になったけど。これどうする、体力減らしてエクちゃんとデートして体力回復する。精神もらって一応見よう。
あ、ここ3人いて騎馬妹プラスちょいちょい稼げそうだね。いや、ちょっとマジでここはデートが詰まるから、エクちゃんと一回デートしとこう。あとここら辺のね、選択肢ね、確定的な情報が出てないからな。どうする、ハートにしてみる。ここはいい機会だ、ハートを作って距離を縮めよう。意外と難しい、でもなんとか完成した。俺もハートじゃなくて桃桃太郎。今更ハートだなんて言えない、まあ、万事 OK だね。どうなんだろうね、こういう選択肢、最後のマインドブレーカーに関係してくるのか。おお、変なやつが来た。まあ普通に行きましょう。うん、成功だね。体力がね、上限増えるから練習回数を増やせるんで、ここはマネちゃんの評価、いやここもいいな、東雲に行ってもらうか。少し回収しよう。小筆はうまくいけばあと1回で連れてこれるよね。あれ、これ監督が怒ったってことはそうだよね。やっぱりね、こう1人追加で入れてくれるとだいぶ楽だよね、エンジェル集めが。おお、喧嘩、しぐれちゃんとかな。告白前だからな、エンジェルフラッシュができるね。ちょっと上げよう。誰がいた、相良さんいたよね。相良さん、すみかちゃん、レンチョン、ひかりちゃん。レンチョンとかってもう大丈夫、まだじゃん、これで大丈夫か。で、騎馬妹も上げられるし、ギャハハ、ルーちゃんの筋力がなくなった。雷が言ってくれれば嬉しい。突撃せよ雷、よし。小筆ちゃんとかさこいつらの勧誘よく受けた。おお、ちょっとここで来るのは、あ、マジか、サボり癖ついたわ。ラブパワーでいきなりかよ、しかもレンちゃん。まあしょうがないよね。ダメ、まあでもこれで前イベがだいぶ軽くなったな。うお、またいる、しぐれちゃん頼む、直してくれーっていうか、小筆精神吐き出すのを忘れてた頼む、しぐれちゃん。おお、こっちかー。これはどうしようかな、回復しようかな。普通に俺も行きたい、サボり癖だからね。もう遊ぼう遊ぼう、やった、体力回復したあれ、これどっちがいいんだっけ。うーん、マネちゃんに任せてみよう。マネちゃんがいるね、直してもらいてえな、頼む、マネちゃん直してくれ。ラブパパ、うお、何もない、選球眼か。ちょっとエンジェル全員あげましょう。もういけるっしょ、ルーちゃん、ゆかり様、オフで、エクちゃんの放出タイプもね、いいですよね。精神と変化球なんで。さて、エクちゃん、お願いします。エンジェルフラッシュをやりつつ、サボり癖を直してくれ。プリーズ、エクちゃん。おお、
かっこいいっしょ。よかった、一回もサボらずに。なんとかなった。回収的には多分ここがいい。レンちゃんのあの評価が無駄になったな。もうこれはね、クリスマスはしょうがないよね。また風邪ひいてんのかよ。さっきレンちゃんの時に風邪ひいただろ、お前。虚弱体質だな。まあ、冬だからね、しょうがないよね。てか、エクちゃんか。評価一番高いの。いやー、マジ可愛いわ、この子。どうしようかな。騎馬妹がいるんで、ここにしよう。強化上げもね、ちょっと気にしていかないといけないんで。やられた。やる気が下がってしまった。野球が上手くなりたい。大吉。この前大凶だったかんね。一個ずつ上がってく。やった、やる気が上がった。さすがよ、エクちゃん。もう評価マックスか。レンちゃんはもう大丈夫だね。ってことは、騎馬妹がやっぱり少ない。回復してくれ。また梅干しかよ、お前。全く進歩してないな、騎馬妹よ。ここが一番回収できるね。ちょっとでもしぐれちゃんの評価も気にしておくか。まあ、やる気はね、そんなに気にしなくていいんだけど、練習での、ね、経験点はあんまり変わんないんで。お疲れと。あれ、手伝うようにした方がいいんだっけ。体力いっぱいあるから。いいやつになってもしょうがねえしな。ちょっと初期の方はエンジェルフラッシュが結構来てたけど、最近停滞気味だね。で、問題は変化球が、変化球じゃねえや、精神が足りるのかっていう。ここは回収。放出しておくか。しぐれちゃんの評価もあるしな。肘が痛い。しぐれちゃんとか何がいいんだかよくわかんないな、その持ってきてくれるもの。騎馬はこれで完全に終わったね。ゆっ、悪くない。で、2月の1周。ここで3人いけるか。まあ、マネちゃんやっとこう。合宿に入ったら少しポイントを整理しますか。で、しぐれちゃんの告白は2回でいきます。引き受けましょう。本当に言い寄ってくる男いっぱいいるんだな。根気よく説得しよう。ろくな男がいねえな、本当この高校は。多分みんな女性目当てで入ってくるんだろうな。天空中央、天空中央は結構レベル高いぜみたいな。何よりエクちゃんがいるからね、超いいわ本当に。変化球がちょいと溢れそうになってる。あ、普通に行きましょう、普通に。スライダーとカーブとフォーク。これってさ、どうやって上げていくのがいいの。
なんか1球種先に伸ばしてから2球種取った方がいいとか、前のパワープロってそうだったよね。140にしておいて、スタミナも一旦筋力が足りてないけど D にしておこう。スタミナ練習をした時になるべく上げていきたい。うん、変化球だね。あ、コントロールを上げてないからね、ちょっと精神が余っちゃったりしてるけど、コントロールでね、技術精神はめっちゃ使うんで。よし、しぐれちゃん告白 OK。 タイピン、いいね。で、合宿が始まるか。3人、評価的には今どうなってる。しぐれちゃんは多分大丈夫そうだよね。回復する、それともサイリスさんに投げてもらう。投げてもらおう。うん、結構経験点くれっかんね。でここで回復しよう。で監督系のあれが来たら監督評価は98だからね、まあ、コントロールかな。あ、もう金徳を放出してくれたね。あ、どうしよっかな。これ結構上がるんだよね、監督評価で。そこからの回収できるときにちょっと回収しとくか。スタミナ練習をして、よし、3上がった。強心臓、タイピン取っててよかった。俺はついていこう。体力はちょっとないけど、根性を掴んで、メンタルだね。まあ、3人いるから今回は放出と考えて回復させましょう。エンジェルフラッシュが最近来てないね。エンジェルフラッシュが、佐伯さん、佐伯さんもね、イベキャラ化したらね、絶対欲しいですよね。マジでぶっ壊れなんで、こいつ。これも全力で取りに行きたいよな。でコンピューターに任せよう。もうここは、うーん、コントロール上げていきましょう。スタミナはとりあえず C まで持ってって、あとはちょっとスタミナ練習でなんとかしよう。尻上がりはじゃあ取っておくか。玉持ちももう取っていいでしょ。こんなもんか。入れられてる。本当すげえな、めっちゃ打たれてんな俺。被安打11か。まあ別にね、ここは勝ってもそんなに恩恵が高いわけじゃないんで、またエンジェルを追っかけていきましょう。変化球、ちょっと体力ないよ。体力が、妹ももう評価乗ったか今ので。おいえ、どうする。一回も寝よう。しょうがない、ここは。あ、だから別の人とデート、回復する人とデートしてもよかったかもね。しぐれちゃんって初回デートって結構回復してくれるよね。スタミナにしよう。ラブパワーが継続して、
体力を回復しつつ練習ができれば一番いいんだけどね。こうやってさ、スタミナ練習のさ、レベルが上がるとさ、スタミナの上がる、なんていうの、アップ率も高くなるのかな、3が多くなるとか。モテモテになった。モテモテすぐ剥奪されるからね。ただここから今ハートを吐き出してくれたからな。てかエンジェルフラッシュ来ないよ。3人、レンちゃんはまあいいとして、これ回復して12か。ラブパワーになったから、女の子のいるところで練習をして回復に持ってきたいね。これは上でいいかな。なんかコツくれたっけ。安全圏。人が3人ばっかりだな。まあ、いいか、スタミナ。ただレンちゃんはくんないからね、差し入れ的なやつを。なんだかんだ言って5月になってしまってるか。3人はねやっぱ集まるんだけどね、4人が来ないよね。4人が、これは体力は下がらないよね。やる気は下がるけど。うわ、こっちで体力を削ってきた。3でしょ。一回回収しようで、体力も回復と。でここはサイリさんを呼びますか。よし、タイピン。いいねいいね、タイピンのレベルが上がっていく。おお、いた。フラッシュで、もう6月になるから回収メインだな。というかさ、井戸端がまだ来てないね。いや、もう評価マックスだから、来るんだったら頭持ちまた手に入れられたんだ。早めに来ていただきたかったけど、どうしようかな。3人放出しつつ、スタミナも上げて、6月に突入。もはやどれがどれだか分からん。ここら辺だな。どっちだ、こっちの方が良さそうか。精神がちょっと溢れそうだな。巨神像取っちゃうか。ダブパワー、これで最後まで練習したい。ちょっと巨神像取っておこう。ここだな。そうだね、スタミナ。スタミナ4上がるね。怖い、マジでマジで怖いんだけど。何回ドバタが来そうで怖いよ。来るならマジで早く来い。もう6月の4週、これはもう最後ここだね。なぜか評価がさ来たけどさ、7
1月に来られるとね超厳しいんだよね。1月の1周、試合前なので上げていきましょう。変化球、スライダーが3になってカーブ、フォーク、フォーク、カーブとでスライダー、あれ結構いったね。筋力も余ってんな。技術が足りてない、しぐれちゃん。あ、でもそれでも C はあるのか。まあいいや、ちょっとじゃあ球速を上げていきたいけど技術が足んねえわ。でこっから先はもうちょっとエクちゃんでいきましょう。選択肢どうすっかね。まあ、ここは謝っておく。もう流れ的にはねやっぱ人間として謝っておこう。で試合にはねさすがに負けたくないんで、まあ、ピンちゃんがね一番安定ではあるんですけれども、バス停前打ってこう。いや大丈夫、俺は結構強いぞ。打たれなければどうということはない。お待たせいたしました。末吉くん抜けろー。よし、小磯くんファーストなのに地道に点を稼いでいくか。村井くん足が速いね。ひどい。で俺か、俺はもうちょっとね期待できないのはしょうがないけど、1番矢部くん絶不調だ。やる気がなさすぎるでやんす。それでもきっちり仕事するでやんす。シュート回転なんて持ってんだこいつ。うん、オッケー、きたー。もう無理だよ。モテモテではないっていうのがね厳しいよね本当に。モテモテが剥奪されるのがね超きつい。ただ今回は、まあ、普通になんかね経験点とか追い求めるんだったらいろんな女の子とデートして、これどっちがいいの、海にしとく。あ、この前も海にしたんだっけ、釣り堀にしときゃよかったかな。そしてね甲子園に行くとさもうあれだからね追加イベントが起きないからこれはもう無理だな。まあエクちゃんは絶対大丈夫だとして、でここでレンちゃんがね活躍してくれてるからレンちゃんも大丈夫だとして、もう一人か戻せたとしても、マジ男の敵だよあいつら。対強打者もくれんのか。あ、ここも打ってこう。じゃあなんとなく球速150にして、あとは徳の少し掴んでいきますか。重い球、根性も持っておく。対強打者も取っちゃっていいよね。安全圏も取ろう。勝ち運取っておくか。投手とか精神あるの大丈夫なの。まあいいや、取っとこう。よくわかんない。
天空先制6番から下位打線か。ノーアウトランナー一塁。おーよ、ジョー、さすがよ。これでワンアウト、ランナーは一塁三塁変わりません。もう強振でちょっと投げました。打ってこう。打った。さあ犠牲フライ取った。ボールは中継。フライレフトへ。あと俺が点を取られなければ大丈夫。篠ノ目くんは普通に強いからね。篠ノ目。第2球。広角打法、さすがよ。ノーアウトランナー一塁二塁。めった打ちにされちゃってんね。まあかわいそうだけど、しょうがない。センターの後ろ。テクリードを4点に広げます。4対0。これはどうしても甲子園に行くんだ。矢部の調子が一段階上がってる。矢部くん犠牲フライの達人だな。おお、ヒット2本に抑えてるね。でここでラストデートですね。ラストデート、でまた輸入 T シャツか。ちょっとオートはオフにしましょう。英文が入ってておしゃれ。なんか失敗したっぽくね。いやこれは失敗したっぽいね。お、ここが変わるのか。2人の愛が甘くとろけて絡まって そのくらいの気持ちでいるからドロドロに溶けた。何これ、溶鉱炉の鉄みたいに。おおおお、いいね、マインドブレーカーつかめた。取れた取れた。なんだ、ちょっと失敗したかなって思ったけど、その先なんだね。あの先なのか。なるほど、書いてある内容が違うんだね。技術ないね。技術が足りてないね。あとはちょっと女の子だな。いたら、マネちゃんかスミカちゃんかって言ったらちょっとスタミナ上げられるからスミカちゃんにしよう。でスミカちゃんを最優先でじゃあ次上げていきましょう。まあいなければしょうがないんだけどね。1回でねケアが終わらないからね、甲子園の場合は。最近これ犠牲フライばっかだな。天空はなんかね打者があんま強くないよね。あ、1点取れてしまった。篠ノ目くんさすがよ。まあ、もちろんね固有キャラは強いんだけど、その一般兵が弱いよ。一般兵が天空中央ってそんなもんだっけ。こんなさ足が速いのかな、みんな。高校によってね特性があるからね。このまま終わってくれ。よし、まあ1失点はしょうがない。でスミカちゃんせめて評価は戻したいんだけどいない。 どうする。マネちゃんにしとく。変化球練習だし。いやーやっぱりね7月にね井戸端が起こるとね本当に無理、どうにもなんないよ。特にさ最後のデートで金徳を狙ってるときはデートでリカバリーができないからね。天空先制のチャンスです。矢部くんここから先の調子が上がっていかないね。待て食ってしまったよ。リベンジなんて持ってんだ。まずは二塁牽制、タッチはセーフ。二塁はセーフ。上位打線は結構強い。初球出てた。取ってこれで正面に行っちゃったけどさ、天空同点のチャンスです。
下位打線でなんとかするしかないか。なんとかなんとかやべえ、つなぐ、打ちました、初球打ち、ヒット、ボールはセカンドへ、天空同点、1対1。ここはミートを開いていこう。今日はサードゴロと補填、よし。でこいつはまあ強振でいいでしょ。走ったね。雷とかに回ってこないんだけど。ナイスだ小磯くん。まあ、とりあえずね、塁に出てくれればもうあとはもうバッティングでなんとかするんで。こいつも強振でいいや、もう。おお、二塁まで行ったね。矢部君ももう強振でいく。永遠にこのパターンだな。二塁まで行ってまた回ってきてみたいな。まだ投げるのかこいつ。3番のバッターも弱えな。ホームラン打ったけどさ、帳尻合わせ。マネちゃんとスミカちゃんだよね。マネちゃんかスミカちゃん。マネちゃんかスミカちゃん。おどっちもいたけど、ちょっとじゃあ技術稼ぐためにマネちゃんにしておこう。まあね、評価がね足りてないとね、経験点が半分になるっていうのもね痛いよね。3分の2とかだったらまだいいんだけど。ここもちゃっかりでいこう。ちょっと能力上げていきますか。技術厳しいね。技術が厳しい。スタミナは A にしておこう。球速155とかにしたいんだけどな。ちょっと置いておくか。特能で手応えをじゃあ取ろう。あとは置いておく。投手も取ってあるしね。打たれ強さ1で取っておこう。マントル、マントル久しぶりだな。雷だ。ノーアウトランナー1、これちょっとナックルはな、やだよな。最悪でも犠牲フライが欲しいところ。カットボールはもうカウント1ボール1ストライク。投球はこれから3球目、内角低め、外れてもこのチャンスはやっぱりものにしたいからな。雷だし、打ちました、痛烈、宇宙間一投、あとは抑えろよ。やべくん結局調子がここまでここから上がんなかったな。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。堀道くんただやる気満々ナックル。無理だ。第2球これはボール。ボール。カウントは1ボール1ストライクです。第3球を投げました、ボール。バッターよく見ました、カウントは2ボール1ストライク。投げました、ナックルだね。これはボールでしょ。見送ってフォアボール。3番が弱いんだよね、 DD だから。まずは二塁牽制、二塁タッチはセーフ。投げた。なんとか篠野目くんまでつなげたいけど。慎重に攻めてきます。投げた。もうカスってなってる、カスって。ただ打ってはくれるね。ね、弱いけど頑張ってんな。さすが天空中央。これでワンアウト。ランナーは一塁二塁変わりません。第9。打ちました。セカンドランナーちらっと見た。投げた。これを打つ。打ちました。ナックルを捉える。ヒットになります。天空一点入りました。4対0。ランナー2人を置いて迎えるバッターは村井。投げた。カットボールはボール。まずはアウトロー。はっきりしたボール球。投げました。おお、シュートか。あ、抜けた。村井タイムリーツーベースヒット。天空なおもチャンス。これも打つ。全然ダメだ。ショート正面アウト。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。矢部くん打ってないぞ。初球打った、センターの後ろ。今の二塁いけないのか。まあいいか。
エピログ経験点マックスでくれるのは3人だよね。いや本当にね、レンちゃんはいいよ。この手のサクセスにおいては、まあこれは先発でいきましょう。スミカちゃん、40だよねこれ多分。ほら40だね。まあ、ちょっとスミカちゃんねプラモだからね結構くれるんですけど、でマネちゃんはマックスで、シグレちゃんは40。3ヶ月に一度はね少なすぎだと思うよ。でキバイモートも40と、なんかコツくれたっけこいつ。くれない、評価が足んないかな。エキちゃんはねもちろんマックスでくれるんで、あタイピンもらえんのか。強心臓置いといてもよかったけど。でレンちゃんは超尻上がりをくれますと。みんなプロに入ったの、虹谷とか篠宮とか雷くんとか、なんかそんな会話だよね。まあさすがにね経験点は出るよね。最後の井戸端のタイミングによっては9000にも乗る勢いだったし、変化球だいぶあるな。ちょっと待って、コントロールじゃ B にしておきたいと、特殊能力はいろいろ掴んでおきましょう。調子で上がりでしょ。あとはもうコツないか。どうしてもね金徳の数が少なくなっちゃうのはしょうがないんで、ではではでは4球種目取る。なんかシュート、高速シュート2にできるな。で111余ってムービングファーストも取れんね。これでちょうど変化球がさばける。で、あとは、技術が多分足んないんで、まずはスタミナをちょっと S にしておこう。で、そこから、さばけるだけ、さばこうと思ったけど156か。え、ちょっとさ、技術不足になってんね。しぐれちゃんだけだったらちょっときつかったか。で、精神が余ってる。まあいいや。99 筋力が足りない、だいぶちょっともったいなかったな。いやーでもこれがまあベストだよね、その能力的なところを考えると。まあ打たれ強さとかで精神を吐いておくっていうのも良かったかもしれないけど、まあいいかこんなもんか。はい、というところでね、まあ天空六股はどうしてもちょっと金徳の数が少なくなっちゃいますけれども、まあ、それでもねレンちゃん入れるとね、まあ、超尻上がり合わせて3つは確保できるんで、まあいいですね。であとはマインドブレーカー今回成功しましたけれども、だいたい体感的にはねなんか 50% くらいかなっていうような感じらしいです。まあ選択肢のねところでどう影響してくるのかっていうのはまだ多分みんな検証中だとは思うんですけども、まあ、それにしてもねやっぱりねエクちゃんはいいですね。天空中央でもねハートの放出もかなり使えるんで、いや本当におすすめですね。まあ俺は一応35ではね1枚 SR 手に入れることができたので、まあ、エクちゃん入れて他の人も誰か入れたいなってなった時には、エクちゃん35で使って、まあ、助っ人で他のキャラを使っていこうと、まあ、そういう感じにしていきたいと思います。というところで、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。一応次のところからは黒金の強化が決まってるんで、まあ黒金の強化をやっていきたいと思います。